イェニファー・エーザーは、ドイツの陸上競技選手、専門は7種競技。北京オリンピック女子7種競技ドイツ代表。身長176センチメートル、体重64キログラム。シュレースビヒホルシュタイン州、ブルンスビュッテル出身。警察官としてドイツ国境警備隊に奉職している。2006年イエーテボリで開催されたヨーロッパ。 陸上競技選手権7種競技で4位に入り、2008年北京オリンピック7種競技では11位となった。2009年8月16日世界陸上競技選手権ベルリン大会7種競技では6493点をマークし、ジェシカ・エニスに次ぐ2位となった。世界陸上競技選手権テグ大会7種競技では銅メダルだったが、金メダルのタチアナ・チェルノワが、 ドーピング認定で剥奪されたため繰り上がり、銀メダル獲得。7種競技では、2006年ドイツ選手権を制したほか、2003年、ヨーロッパ U-23 選手権、2004年、ドイツ U-23 選手権において優勝した。オリンピア、フォンプラッツ FNF ビスネウンフィアレイブクシンアレス、ダベレイブクシン、2010年4月29日、閲覧可能であることのみ確認。 チェルノワの成績抹消。エニスヒルが3度目の7種競技世界上に。アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31096072017年4月25日閲覧。ありがとうございます。